ここは、なんだろう、まあ、適当にふらふら歩いてるだけだけど、だいたい今、ちょうど昨日ケアンズのシェアハウスに着いて、今そこら辺、今近所散策してんだけど、なんとなく日本的だよね。カエルがいそうな。今日本じゃねえな。まああと1ヶ月で帰るんだよな。2年2年いたんだよな、オーストラリア。やっぱりなんだろうな、会う人もう帰るんですっていう人がいて、まあ僕来たばっかりなんですっていう、そういう会話ばっかりだったけど、多分今度は俺がもう帰るんですってね、実は言う番なんだよな。はい、早いな。まあだいたいあとはね、いつ換金するかだし、あと早くね、航空券も日程早く変えないとだし、早く換金しないとな、どんどん為替が悪くなってくるからお金が減ってしまう。いや、あとは IELTS 残すのみだな。水きれいだな。海は全然汚いけど。